川内敏光は東京都足立区出身のバスケットボール選手、指導者、解説者。1973年に京北高等学校から明治大学に進み、同期の北原則彦らと共にインカレなどのタイトルを獲得。卒業後は1977年に三井生命保険バスケットボール部入部。日本リーグの主力選手の一人として、 リーグ戦は元より1977年から1970年まで全日本チームでも活躍し、1986年の現役引退後は、1988年に三井生命の監督に就任し、実業団選手権大会優勝、天皇杯準優勝、日本リーグ3位にチームを導いた。1993年には全日本男子監督に就任し、 アトランタオリンピック予選アジア選手権3位、ユニバーシアード、福岡大会優勝、広島アジア大会で優勝している。また、NHK 衛星第一テレビの NBA、中継解説者としても活動していた。その後2000年3月に、ヤマト証券バスケットボール部を継承して設立された、クラブチーム、新潟アルビレックス BB の運営母体企業である。 株式会社新潟スポーツプロモーションの社長に就任し、企業から市民資本を重視したバスケットボールクラブ作りに奔走した。2005年、BJ リーグのコミッショナーに就任し、リーグの中心に立って活動する。設立の際にはリーグ運営会社の社長も務めていたが、2007年に社長職から退きコミッショナーに専念している。2014年6月、 日本バスケットボール協会理事に就任。サンエンネオフェニックスのアソシエイトヘッドコーチを務めた河内修とは河内の子息である。2016年7月1日、B リーグテクニカルアドバイザー就任。2018年9月7日横浜 B コルセアーズのスーパーバイザー兼ゼネラルマネージャーに就任。2020から21シーズンよりエグゼクティブアドバイザーに 職務変更。2021年6月30日に、横浜 B、コルセアーズを退団した。ありがとうございます。